なんでじゃあ断言派でときめかないんだろうね、皇室に対してなんでときめかないで折れるんだろう。これ簡単なんですよ、うん、答えは天皇というものをね、血の器としか思ってないの。これ全部の言動を調べてごらん、血の器としか思ってないから、人格全く見てないから、だから基本的人権がないのが素晴らしいとか言い始めるわけ、ね、天皇は単なる血の器、個性なんかわからない、天皇ごとの個性というのはわからない、っていうのがあるわけ。単なる血の器、血統が違うんだっていうことを言いますよね。いいからね、そこが。わしは前アベマテレビにね、武田恒康とね、その時高森氏もいたけど、あ、その時山口真由もいたんだけれども、そこでね、推しとお前はどう違うんだと、平等やないかと。本当は平等と思ってないのに、わしの方が上だと思ってんだよね。けれども、まあ一応その公的な器のね、法の元の平等、法の元での言語とね、こういうところで喋る言語って私違うのよ。もう二枚舌三枚舌使い分けちゃってんだから、巧妙なんだよ私って。アベマテレビで、ね、どういう自画自賛なんですか。わしものすごい賢くてうまいよ。もうテレビに出た時とかね、あるいは大きな公園で一般の人が来た時とかね、であるいはこのこういう基本的な自分のファンや考えを信じてくれる人たちの前、それで本当ラジオみたいな感じでね、踊れらでね、このこいつ相手に喋ってる、こいつ全部違う、全部違う。私が今一番下の、まあそうだよ、ありがたい本当に。一番下の階層のところを。そうやろ。だからタクシーで来た、だからタクシーで来たんですよ。そう非常にありがたいんですよ。もうこの人はね、本当にわしの一番その下品なところを支えてくれる人だから。それでとにかく何の話なの。武田が目の前にいて、血統の話をして、で平等じゃないかって言ったら、いや確かに平等です、ただ血統が違う。だから、まあ、ベルト歌舞伎じゃねえけどよ、血統が違う。ほらびっくり超えたよ、びっくり。自分で言うんですからすごいですよね。そんなこと言える、血統が違う、あんたとは。もちろんわしと違うって言ってんだからね、国民の全てと自分は違う、血統が違うって思ってるわけよ普段から。すごいよね。大した人間だよね。しかもこう、でも女系じゃないかって誰かに言われ、女系じゃないかって誰かに言われて、いや600年遡れば男系ですって言ったんですよ。いやそれ600年も遡ったらね、行動にね繋がっちゃう一般国民いっぱいいるんですよ。本当はね、源氏の子孫もね、平氏の子孫もいっぱいいるんですよ。本当はね、もっと近いやつがいるんですよ、君宮家よりはね。けれどもまあそのどこかで遭遇してるけど、小林さん実はね、あなたとは血統が違うと言われたことないんだよ。まあみんな国民と思ってるから、全員がさ、そもそもか。でその時に山口真由もいたんですよ。で山口真由はなるほどと思ってたんだよね。思ってたんですよね。思ってたんですよね。あれは武田の本でしか勉強してないんだからね。なるほどと思った。なるほどと思って、この方は血統が違う、そして私は血の汚れだわって思ってたんですよね。そう思ってた。そうですよね。私なんかはとてもともう汚れた血の女ですからみたいな感覚で思ってたはずなんですよ。そうですよね。だからもう絶対その断言派にあいつもなってるわけですよね。